皆さんこんにちは、だるま屋6代目です。今日は、展示会の時にいつも、カラー診断とか似合う柄診断をやっていただいている真壁しおりさんとコラボでーす。何持ってるんですか？あ、ごめんなさい、すいません。はい、剪定です。着物パーソナルカラー診断とか、あと顔タイプ着物診断をしております。着物スタイルアドバイザーの真壁しおりと申します。よろしくお願いします。はい。ねで、今日は、まあ最終的には展示会でどんな内容をされるかっていう話をするんですけど、まずは、真壁さんって何者っていう話をね、聞こうかなと思いまして、はいはい、そもそも着物っていつから来てるんですか？いや、それが全然歴は浅くて、はい、6年ぐらいだと思います。あ、そうなんだ。はい、きっかけなんだったんですか？きっかけは娘の小学校の卒業式、で着てみたいと思ってきたの。そうです。それで習いに行って。6年。そうなんだ。うん。でも自分が着れるようになるのはもう6回ぐらいで着れるようになったので、すぐ、着付けのプロコースの門を叩きました。へえ。で人に着せられるようになって、プラスそこから色の勉強とか、洋服のカラー診断の勉強とか、いろんなものをし始めて、今は着物の業界で生活してます。なるほど。はい。で今をやってることは、まあカラー診断前やって、今もそうそうそう、着物のパーソナルカラー診断の方を、今一般社団法人着物スタイル協会というのを立ち上げて、診断士を全国に、派遣したり、育成をしたり、私自身も診断をしたりしています。なるほど。なんかあれですね、話し方丁寧ですね、いつも。あ、そうですね。皆さんにより分かりやすく。いつも通りで大丈夫。はい。で、あとはそうですね、顔タイプ診断の着物バージョンの方を、なんていうの、理論を考えて、顔タイプ。これ自分で考えたんですか？いや、顔タイプ診断っていうのはもともと大きい協会があって、その中に、代表の人が着物を作りたいって声をかけてくれて、で半年かけて理論を考えて、テキストを作って、こういった小冊子を作って、お客様を診断したりするのもあるし、診断士を育成したりもしてます。なるほど。はい、で着付け師の派遣もやってますよね。やってますね。手広いな。そうですね。着付け師さん今15人ぐらいかな、いるので、皆さんいろんなこと、スタジオとかホテルの方に着付けに行ってます。なるほど。はい。ということで、着物の、僕の中ではね、ビジネスマンですよね、この人はね。言い方悪い。全然悪くないです。あ、そう。はい。で、僕はね、なんで真壁さんと知り合ったかというと、僕のあれね、記憶ね、一番最初来た時って、僕会った時って打定理を買いに来たイメージ。へえ、何年前だろう。じゃあ多分卒業式とかだろうね、きっと。3、4年かな、もっと前かな。もっと前だと。なんか突如来て、突如みんな来るんだけど、でダテーリーが欲しいんですみたいな話をして、で普通いつも置いてる在庫でいいのがなくて、確かね、昔はこう生地から作ってたから、その生地見せてって話をしたんですよ、確か。でなんかそのままなんか喜んで帰っていったなみたいな。でそっから半年とか1年ぐらい経って、また突如来て、確かね、着物あつらえてくれた記憶がある。何にも覚えてない。覚えとけ。あれれれれ、私が一番最初に来たのはケンさんには会ってなくって。あ、そうなんだ。そう、もうちょっと前、10年ぐらい前に、8年ぐらい前かな、雪輪のいつもお仕事でしてる帯を、おいちゃんに見立ててもらって。そうなんだ。そう、それが多分一番最初、こちらにお伺いしたのは。そうですか。うん、会ってないです。そうなんだ。会ってないです。でなんかその後、何だったっけな、仕立て直しとかも持ってきてくれるようになって、近所で飲んでたらなんか呼び出しがかかるようになって、で去年の展示会の時にカラー診断頼んでって感じ。去年？一昨年じゃん。一昨年だっけ？もう2回やった。あ、そう、一昨年。一昨年、一昨年。一昨年帰った。そう、そんな感じでした。そうです。今年で3回目。3回目の展示会に出ることになります。はい。で、今回は前回とその前々回はカラー診断って形で、似合う色を見立てますって話でやったんですけど、今回は変えて顔タイプ診断。そう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 。でそもそも顔タイプ診断って何ぞやってね、そうね、うん、どういう感じで分けるんですか？あ、じゃあ質問、はい、はい、天海祐希さんとか、うん、黒木メイサさんに似合う着物を想像してください。知ってる？じゃあ次に菊池桃子さんとか、うん、深田恭子さんに似合う着物を想像してください。おいい？うん、じゃあその着物を入れ替えてください。うん、さあ素敵？似合わないと思う。そうね、うん、うん、でもそれって健さん、うん、深田恭子さんとか黒木メイサさんとかのパーソナルカラーを知ってるわけでも、うん、骨格診断っていうものがあって、そういうのを知ってるわけでもなくって、うん、想像してるんでしょ、似合う着物を。なんとなく黒木メイサさんとか天海さんはこうシックなイメージで、僕は最初浮かんだ色は黒でって感じ、肛門着着てそうで、菊池桃子さんとかはピンクとか淡いブルーとかってイメージがパンって浮かんだね。それって多分彼女たちの顔を想像して着物を想像してるの。顔から出るオーラというかね、雰囲気とかね。芸能人だからテレビに出て性格とかも分かるんだけど、うん、一応皆さん顔からその人が似合うだろう装いを想像する能力が生まれ持って備わってるんですよ。なるほど。だからあの人の顔を見たら、あんな服が似合うな、この人こんな服だったらこんな人が似合うなっていうのは想像できるのね。でそれが合ってないと、うん、なんかあの人ちょっと、痛いなとか、ちょっと素敵じゃないなって、そうそうそうなっちゃうっていうことで、やっぱり似合うものってもちろん色とか、あとまあ骨格とか大切なんだけど、やっぱり顔、その人の顔の雰囲気と装いの雰囲気が合ってると素敵、なるほど、に見えるっていうことで顔タイプ診断っていうのが生まれました。でそれはどうやって診断していくかっていうと、まずスマホでお顔の正面と真横の写真を撮ります。でその後にまあ定規とか電卓を使って写真を測るの。そう写真を測るの。あ、違う違う、当てない。これじゃ短すぎる。写真スマホでもいいし、写真撮ったプリントアウトでもいいんだけど、それで計算したり、あとはもうポイント化をしてタイプを8タイプに見えるかな。見えるかな。見える。1234567 8タイプ。そう8タイプに分けていくんですね。でそこから、特徴で似合う柄とか、素材とか、ツヤがあるツヤがないとか、まあ、色もなんとなく雰囲気で分かります。だってさっきもうまさしく言ってたのが、天海祐希さんとか黒木メイサさんは黒とか寒色、そうだね。説明しちゃって大丈夫ですか？どうぞ。似合う柄っていうのはこの顔タイプ、直線が多めのお顔と曲線が多めのお顔と、あと子供顔と大人顔、この8タイプのこの表になると1234567 8に分かれるんですけれども、直線が多い顔っていうのは天海祐希さんとかみたいにちょっとお顔に線を感じたり骨を感じたり、少しそうですそうです、かっこいいとか、あと亮さんとかモデルの、そうだね、形容詞的にはかっこいい、まあ可愛いと言われることがないタイプです。そういう方たちは寒色系が似合いやすいし、線っぽい柄の着物が似合いやすいし、そうだね、素材的にも硬めの素材の方が似合いやすいです。なぜかというと、そうですそうです、とか大島とか、なぜかというと直線が多いとより男性っぽくなるので、男性でも似合うような、男性の肌にも勝てるような素材が似合いやすくなってきます。博多帯とかね。なるほど。で、曲線が多い人っていうのは、菊池桃子さんとか深田恭子さんみたいにお顔がもう骨を感じない、ほっぺも鼻もお目目もまん丸、そんな人は暖色が似合いやすいし、丸っこい柄が似合いやすいし、柔らかい素材が似合いやすいです。なるほどな。っていうのが直線と曲線で、次に子供と大人なんですけど、子供顔っていうのはいつまでもこう若く見える石田ゆり子さんとか大竹しのぶさんとか榮倉奈々さんとか、なるほど、っていう人たちはもちろん礼装もね着なきゃいけないんだけど、やっぱりカジュアルな方が似合いやすいです、お着物。で大人タイプっていうのは、まあ、ちっちゃい中学生の時から「あら大学生?」とか言われるような、そう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 、まあ、私とか後藤久美子さんとか北川景子さんとかっていう人たちは、まあ、どうしてもカジュアルにはしたいんだけど、カジュアルな着物よりもきちっとしたお着物の方が似合いやすい。大きく分けるとすると、ツヤがあるのが似合うのが大人顔の人たち、ちょっとツヤがない方が似合うのが子供の人たち。ちりめんかりん図鑑。そう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 。それっていうのがこれ出すの忘れちゃった。あるわけね。ありましたけど、はい、そんな感じで大きく分けるとそんな感じ。その中でも目にインパクトがあるエレガントさなのかとか、もっとなんかアクティブな感じがするのかとかっていうふうに8タイプに分けてアドバイスしていこうかなと思います。なるほど。でそれ普段大体1時間とか90分とかでやるんですよね。まあそれの今回展示会はまあ20分バージョンで短縮で、まあだから普段はもっと深くやるけどざっくり分けるぐらいまでって感じ。はい、そうですね。でまあその人の悩んでることがあれば着物のアドバイスだし、そんなことをしていきたいと思います。なるほど。ってことですね。はい。で一応日程としては3月、まあうちの展示会が6日の金曜日から。土日月と9日までやるんですけど、まあ、その間の2日土日ですね3月7日と3月8日の10時から4時までの時間で、まあ、1人20分枠で、まあ、10分間空けてって感じで行くので、まあ、10時から10時半から11時から11時半からって感じで予約を取っていくという形になりますね。はい、はい、いやーそうですか。なんか前僕真壁さんがフェイスブックでアップしてて勉強になったことがあって羽織の長さをどう決めるべきかっていう。そうなんですよ。今長羽織が流行りだけど全員長くすりゃいいってもんじゃないなと思ってたわけですよね。本当にそう思う。何の差なんだろうなと思ってたら結構変わりましたね。やっぱり石田ゆり子さんがすっごい長い長羽織着てても素敵じゃないし、大竹しのぶさんだったらちょっと短めの絞りの羽織とかを着てた方が可愛いかなと思います。それは着物の着丈の着付け方にも関係してくるし、裾のキュッてすぼまった着付けがいい人とそんなにすぼまってないのがいい人もやっぱり顔タイプで分かれます。なるほど。はい、それは結構深いですね。深いし分かりやすいし、皆さんに納得いただいてますね。なんか僕の場合はね、お客さんと話してて似合う色とかって直感的に、まあでもあんま外れないんですけど、なんかそれを理論で補強してるイメージですね。そうです。ただアドバイスしてたら診断士の感覚になっちゃってお客様帰ってから自分で選べないので、より分かりやすく理論化すると、ああそうかそうか、私子供で曲線が多いからこうねとかっていうのが分かりやすくなるので、それを頑張ってます。まあ一つね、まあ柄とか色選ぶ時のまあ参考にはねいいと思います。はい、ってことで皆さんどしどし予約お待ちしてますので。お待ちしてます。よろしくお願いします。ということで今日は真壁さんとのコラボでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。